テオ・ミデルカンプは、オランダ、ニューナメン出身の自転車競技選手。本名は、テオ・ヒル・ミデルカンプ。1934年、国内選手権、アマチュアロードレース優勝。同年プロ転校。1936年、ツールド・フランス第7ステージを勝利。オランダ国籍選手として、初めてツールド・フランスで、区間優勝を果たした。世界選手権。 プロロードレース3位。1938年国内選手権プロロードレース優勝。ツールドフランス第7ステージ勝利。1939年まで競技生活を続けたものの、その後第二次世界大戦が勃発したため、レースキャリアは一時中断を余儀なくされた。対戦期間中、密売で生形を立てていたことが見つかって逮捕され、 数ヶ月間投獄されたこともある。1943年にレースキャリアを再開させ、同年の国内選手権、プロロードレース優勝。1945年、国内選手権、プロロードレース優勝。1947年、世界選手権、プロロードレース優勝。オランダ国籍選手として、初のプロロードレースの世界チャンピオンとなった。1950年、 世界選手権、プロロードレースに、1951年引退。引退後、ベルギーのキールドレヒトに移住。加えて、同国の国籍も取得し、二重国籍者となった。2005年5月2日、同地で死去した。91歳を打つ。ありがとうございます。